はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。チカこと玉様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。なんか猫飼ってそうな方ですね。チカこって猫いるのかな？あんまり人の名前つけないですよね。犬とか猫にね。私のいわきにいた頃の近所にですね、2匹犬飼ってて、国尾と広っていう名前だったんですけれども、私、領事って言うんですけど、公園でですね、なんか領っていう名前ついたダックスフンドを呼んでる、奥さんの声、領、領って呼んでるとこに反応しちゃったことがあります。なもんであんまりね、犬とか猫に、人の名前、つけない方がいいっていうのは、獣医としての、あれですね、おすすめですね。あとですね、あれなんです。小難しい名前つけても、大体例えばですけど、アレクサンドラとか、なんかすごい名前つけても、だんだんとね、あーちゃんとかになっちゃうんで、ガブリエルとか、かっこいい名前つけても、ガーちゃん。でガチャンおいでんってなっちゃうんで、あれです、その辺考えて名前つけた方がいいと思います。あとですね、2頭以上飼う人は、あーちゃんとガーちゃんだと犬がね、どっち呼ばれてるか分かんなくなっちゃうんですよ。だからガーちゃんだったら、もう一匹にはモーちゃんとかうーちゃんとか、した方がいいと思います。母音変えてですね。読売報道、警視庁、ガーシー参議に脅迫、名誉毀損の任意聴取を要請。要請、警視庁の要請か。これ断れないんだけどな、普通はな。警視庁に複数の被害届が出ていた。脅迫、名誉毀損の告訴状が提出されており、被害者から聴取と、まあ、動画の精査、動画を使って、脅したり名誉毀損したりしている、その動画を見てですね、本人からの聴取が不可欠と警視庁が判断した。こちら読売の報道なんですけれども、被害者から話聞くのは終わったから、次は被疑者からってことなんですかね。ネットの話、来たかーとことんやれ。国際指名手配しろ。はよつかもれ。それ以前に、国会に出ない奴に給料払うな。国会議員の給料2000何百万だっけかな。3000万弱だったっけな。それ以外にもですね、文書費とか言って、領収書不要の、月100万、1200万ですか？も出ますしね。あと、公設秘書の給料なんかも出ますしね。辻元清美、公設秘書の給料だっつって、国から金もらって、本人には渡してなかった詐欺罪で、有罪になってますね。脅迫罪で起訴されると、旅券返納命令出せるんじゃね？随分時間かかったが、慎重に証拠集めやってたってことかな。証拠動画もあるだろうし、逮捕状確定化。事実でも名誉毀損や侮辱罪が適用とされることはあるぞ。事実でも、嘘でも関係ないみたいですね。侮辱罪とか名誉毀損。それをね、公然と言って広めたみたいなのはダメだっていう話でね。任意聴取を拒否したら逮捕状請求の流れでは。まあそうなんじゃねえのかな。これこの通り、要請に応じません。怪しさが増えました。つって、検事が、おう、そうだな。つってですね、逮捕状を出すと。旅券停止されたら、帰国せざるを得なくなる。まあそうですね、どこにも居場所なくなっちゃうからね。日本にしかね、逮捕される自覚があるから逃亡してんだろう。パスポート失効させれば、NHK は嫌いだが、犯罪者ばかりの N 党よか、マシと。本人不在のままでも、2年以上の刑で起訴されると、パスポート失効できるらしいであります。そうなったら外国に行くためのものですから、日本以外に居場所なくなっちゃうね。脅迫名誉毀損は、とっかかりで本命はですね、数千万円にも上るとされる、お金くれれば、
芸能人の誰それに合わせてあげる詐欺事件ですかね。名誉毀損はほとんどが民事だが、刑事が扱うものって懲役3年以下、結構重いんですね。なかなかね、どんな名誉毀損しても刑事、つまり容疑者が捕まってぶち込まれるようなことはなかなかならないんですけど、文春とかなんてしょっちゅう訴えられてません。名誉毀損の民事で、民事と刑事にはそのぐらい違いがあります。立花、電話で帰ってこなくていいと伝えた、戻ってこないと考えている。これ逃亡教唆じゃねえの。逃亡指示はあれか、逃亡教唆か。帰ってこなくていいよ伝えた。なんかね、教唆か指示かしてませんか。こいつは4年の執行猶予中じゃなかった。これで取り消される可能性あるんじゃないか。さらに関係ありそうな報道、12月8日参院運営委員会、議会の海外渡航に関するルールを見直すことで一致、来年1月から適用すると。もうちょっとですね、来年からっちゅうとね。どういうふうに変わるかっていうと、国会開会中に海外渡航をする場合、帰国予定日を示せない場合は、その具体的な理由を提出することを義務付ける。まあ、帰国予定日かけないなんてやつが、そもそもいないでしょ。いないでしょ、議員でさ。大体国会中に海外行くべなんて議員もいねえだろうし、まあ、外務大臣の、外交とかは別ですよ。報道では罰則なんか書いてませんでしたけれども、まあまあ義務付けるということで強制。これを理由にですね、提出しなかった。具体的な、理由を言わなかった。これを理由にですね、懲罰委員会、を開く根拠をまた一つ増やしてですね、除名って流れかな。NHK は嫌いだが、N 党はもっと嫌い。大爆笑してしまいました。12月25日、先週の西東京市市議会選挙で最下位はですね、偽装 N 党の政治家女子48党、丸吉隆文さん、14票。14票。一体何を問えたら14票なんてなっちゃうのって驚きました、私。びっくりした。何の政治活動もしなくても、200票ぐらいは、例えばですけど、73歳、新人、なんて、じいさん、農家、職業農家、なんて人がですね、思い出作りに立候補してもですね、100票ぐらい取れますよ。親類縁者、同級生、とかでね、あいつ出てる、なんつって、あいつ出たのみたいな。何をどうやったら14票なんだって話。関心がないとか、知らないってレベルじゃなくて、明らかに嫌われてませんか、憎まれてませんか、N 党。うちはこうならないように注意しないとな。早めに離党しといてよかったな。こういうのは他山の石って言うんでしょうかね。合ってますこれ。人の振り見て、我が振り直せ。であるとか、まあ、多山の石で合ってんのかな。来月の内閣改造なんですけども、秋葉復興大臣と杉田水脈総務政務官を外すっていうのが決まってるそうであります。ネットの話です。それより息子をなんとかしろ。パヨとマスゴミ大勝利。バカ息子はなぜ更迭しない。岸田は何人クビにする気だ。人見る目なさすぎやろ。岸田は自分自身を更迭しろ。ここまで早く何人も辞めてるのって戦後最速？なんか戦争中みてえな、あれじゃないですか？辞め方じゃないですか？パヨとゴモが大量発生してですね、過ぎたざまって、書き込んでおりました。非常に頭の悪そうな、誹謗中傷の投稿ばっかで、まあ頭がすごく悪くないと、パイなんか続けてらんないしな。選挙運動員買収疑惑の秋葉大臣はともかく、過去発言で野党に叩かれそうだから。っていう理由でですね、杉田さん外すって、宏池会変わってねえな。宏池会の重鎮、大平義雄元総理っていうのがいるんですけども、これがですね、楕円外交とか、いう論文書いてですね、提唱したんですけど、まあ、その中身要約するとですね、相手の言いなり、土下座してればいい。面倒ごと回避しましょう。ことなかれで言いましょう。面倒くせえから騒いだら、言ってやりましょう。そういうのを、
提唱してたんですよ、元総理とあろう者が、パイオニアはですね、一歩も引いちゃダメだってのは河野談話、村山談話、何よりあの岸田外務大臣時代のですね、軍艦島世界登録、世界遺産登録の時の失態、なんか記念碑あの影なんつって、あれ散ったんですよね、証明済みなのに学習しねえなって思ってたら続報ありまして、秋葉賢也復興大臣が辞表提出、国会を停滞させるわけにはいかないと思いまして、総理に今日辞表を出しました。まあ、あの、新聞しか上限ねえ人は、これ知るのも明日になっちゃうんだろうな。今日提出だそうですから。議員辞職じゃなくて、大臣辞職の方ですね。これで辞めた大臣、何人ですか ?4 人 ?5 人そのぐらいになるよね。なんだかね。岸田総理、人を見る目が全くないし、身体検査の能力も全くないんで、総理が辞めた方が手っ取り早いと思いますね、私も。後任は渡辺博道元復興大臣、手堅く経験者を当てたみたいなんですけれども、秋葉大臣は選挙運動員買収の捜査が進んだ情報でも入ったんでしょうか。パパって読みましたね、パパっとね。ロイター、自衛隊士官定員5万4000人中2割不足、今でも、人が集まらない、今年は特に集まらない、トップガンがヒットしたので応募が増えると期待していたがダメだった。何言ってんだバカ待遇悪すぎると、違うのに、若者減ってるんだしね、待遇悪すぎんのも、そうだし、若者自体も減ってますしね。ネットの話、 Z 世代が自衛隊入るわけない、若者が減ってるのにバカですか。32歳以上も募集すれば、給料倍にすればすぐだよ。給料にプラスして相応のリスペクトが必要と、アメリカなんかでは何、軍服着てどこでも入れますよね。で、お、兵隊さんだっつって尊敬されてますよね。自衛隊は自衛隊の服着て、適当にカフェに飛び込むとかやんないですよね。やれないっちゅうかさ、もちっとそういうリスペクト必要だよな。兵は国の大事、無人化省力化、民間委託、ウクライナの惨状が影響しているのでは、マジで戦争になる可能性が出てきたからな、トップガンが流行ったから、募集増えるって若者をバカにしてんのか、そんなバカじゃねえから、そんなんだから集まんないんですよ。そんなね、そんなバカなこと言ってから集まんないんですよ。私、つくづく思うんですけど、若者ほどスマートで、若者ほど礼儀正しくて、なんだかね、なんかおっさんになるほどグダグダなんだよな、なんでだろうな。給料倍にしたらたちまち埋まんのにね。それと士官はまあ一士二士ってやつですか。曹っていうのもいるな、軍曹。士官は40歳ぐらいで定年なんですけど、再就職もですね、バッチリと面倒見てやって、自衛隊勤務期間20年間勤務しました、40になりましたみたいな人もですね、退職金が加算されるとかの優遇も必要だよな。あとリスペクト、募集は18歳から32歳ってことなんですけど、若者のためなら死んでもいいっておっさんがいっぱいいんだから、上限撤廃したら、要介護の人はまあまあお断りですけれども、まあね、私なんかも行きたいですよ、行けるもんなら。年齢制限なくてね。ミサイル飛び交う現代戦で兵員数ってそんなに意味あるのかな、疑問ですよね。お昔のようにですね、人数イコール戦力じゃないですよね。総兵力140万人弱の米軍は300万人、人民解放軍300万人、まあ非公表なんで推測するしかないですけど、の人民軍圧倒してんでしょ。それにね、工夫して一人で操縦できるように
ゲームパッド、で操作するイージス艦とか戦車とか開発してね、そういうの得意でしょ。なんせ若者は今後も減り続けんだから、人数減っても防衛力は維持できるような工夫が必要だと思います。綺麗事より何よりまず給料ですけどね。それに若者が減ってるって悩んでるのは自衛隊だけじゃないんですね。サッカー人気に押され減る高校球児、球場開放や教室で機械作りと、こちら朝日新聞の記事なんですけど、まあまあ2割3割減ってんだよ、野球部に入ってくれる高校生がみたいな記事でありました。サッカーに押されてんじゃなくて母数が減ってんだからさ、どうしようもないじゃん。それに気づかずね、相変わらず監督や先輩がパワハラしごきが横行して、親からも野球だけはやらせたくないって敬遠されてんだから救えないですね。各業界は減っていくんだから、とにかく若者が取り合いに励まないと滅びるよ。若者取り合いに、負けたとこから滅びる。まあこれ自然淘汰ってやつで、しょうがないことなんですけどもね。朝日新聞、韓国企業から寄付を募って徴用工の賠償原資にする韓国政府案に被害者から外交敗北と非難豪豪。お前らのせいだろ。朝日新聞のせいだろ。それもこれもそもそも、って思うんですけれども、ネットの話です。知らんがな。1965年に解決済みですよね。そもそも外交案件じゃない。日本企業として朝日新聞が謝罪と賠償しろ。ノムヒョンも解決済みって言ってたんだが、給料と年金もらえて酒も配布される奴隷などいるか。なぜなら日本企業である朝日新聞が寄付でも何でもすりゃいいんじゃねえの。自称被害者側はですね、日本企業の謝罪が必要だって言ってるみたいなんですけど、慰安婦も募集校も朝日のせいなんだから、朝日が土下座でも賠償でも何でもすりゃいいんじゃねえの。日本代表になってさ、日本政府は朝日と毎日を差し出してですね、好きにしろ、言えばいいんじゃないのかな。それに過去に何があっても、1965年の日韓基本条約で両国間の問題は永久、完全かつ永久に解決してるしね、自称被害者のもっとくれくれに付き合う必要ないっすよ。非難合合の韓国政府、賠償案はまだ決まったわけじゃないから、撤回の流れだそうであります。韓国企業からの寄付、で基金を作って、賠償するっていう案はまだ決まってないから、レーダー照射事件の時みたいに右往左往しててほっこりしますね。ネットの話です。アホな判決出すからで、数十年前に解決済みですよ。ろうそく持って集合だ。なかったものはあるってのに無理がある。判決そのものを取り消して日本政府に土下座するか、現金化して日韓断交するかの二択。断交してほしいな、うぜえからな。またその場しのぎの嘘ついてるなぁ。ねえ、ダメでしょ。耳を貸すな。大したことは言ってない。米軍マニュアル。そんなことより年越し準備だ。豊洲市場調査、年末に食べたいなって思うもの1位から5位、1位寿司、2位カニ、カニっていうのもなんか漠然としてますけれども、3位すき焼き、4位焼肉、5位しゃぶしゃぶ、肉が人気だな。1位の寿司はですね、ほらバラエティー、飛んでるんで、私なんかはマグロと稲荷寿司食ってれば満足な方なんですけれども、まあ選択肢がいろいろあって多くの人に好まれますよね。寿司嫌いって人あましいないんじゃないでしょうか。生魚苦手っていう人はアナゴとか食ってればいいもんね。という結果になりました。おせちもいいけどカレーもね。これを知ってる人は間違いなく昭和生まれのおっさんであります。そろそろ年末ですけれども、皆様年越しには何食べられるんでしょうか。準備してる奥さん、なんかも多いのかな。そんな昭和の光景はもう見られないのかな。餅ついたり、皆さん知ってんのかな、餅つき機で、昭和の餅つき機ものすごいガタ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 ってなってですね、あと手入れると手がもぎれる。危ねえ、危険。見なくなりましたね、そういえばね。まあ餅はつくものから買って食うものってなりましたしね。まあまあ、砂糖の切り餅
結構うまいなって、言ってるんですけども、この前お邪魔したお宅の奥さんは、まあ水っぽいよね、あれ、いうような話で、あ、そうかもしんねえな、雑煮に入れたりするのにはちょうどいいんですけどね、まあその他、あんこつけて食ったりするには、ちょっとベトベトしてっかもしんねえな、なんてちょっと思いまして、安くて手軽だからつい食っちゃうんですけどね、メール当院さん、大募集であります。立候補してくださる支部長さんも大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。